ドイツ革命は第一次世界大戦末期に1918年11月3日のキール軍港の水兵の反乱に橋を発した大衆的放棄とその帰結としてドイツ皇帝ビィルヘルム2世が廃位され帝政ドイツが打倒された革命である。ドイツでは11月革命とも言う。これにより第一次世界大戦は終結しドイツでは 議会制民主主義を胸とするバイマル共和国が樹立された。また、革命の指導者のクルトアイスナー、ローザルクセンブルク、エルンストトラー、オイゲン・レビーネ、カール・リー・プクネヒトラがユダヤ人であったことから、ドイツ革命に反発した民族主義の右翼は、共産主義者とユダヤ人による背後の位置付きでドイツを敗北へと導いたとする見方を広め、 革命後のドイツでは反ユダヤ主義が高まっていった。ドイツ参謀本部が戦争の短期集結を目指して立案したシュリー・フェン・プランはフランス軍との戦線全域にわたって泥沼の残豪戦に陥ったことで挫折した。国内で独裁的地位を固めた軍部はこの膠着状態を破り、継戦能力を維持するためにあらゆる人員、物資を戦争遂行に動員する体制。 エイリヒルデンドルフ参謀次長の提唱した、いわゆる総力戦体制の確立に突き進んだ。これは一方では、戦争による経済活動の停滞と相まって国民に多大な窮防と深刻を強いることとなり、戦局の悪化とともに軍部への反発や戦争に反対する機運の高まりを招き、平和突パンを求めるデモや暴動が頻発した。 1917年3月12日に勃発したロシア革命とその成功はドイツの労働者を刺激し1918年1月には全国規模の大衆的なストライキが行われた。また一時ドイツと連合国の中介役に当たっていたアメリカのウッドロー・ウィルソン大統領の14カ条の平和原則に代表される公正な講和のアピールは政治家にも 和平への道を選択させることとなった。1918年3月からの西部戦線におけるドイツ軍の攻勢は失敗し、8月には連合国軍の反撃により逆に戦線を突破され始めた。ドイツの敗北が決定的となったことで、9月に同盟国のオーストリア・ハンガリー帝国が講和交渉を用意していると発表。 同じく同盟国のブルガリアも休戦を申し出た。ベルギーのスパに置かれていた大本営は9月29日、ウィルソン大統領を仲介役とする講和交渉の開始を決定した。この決定を受けて、首相ゲオルク・フォンヘルトリングは辞任し、10月3日には議会多数派のドイツ社会民主党の支持を受けた自由主義者のバーデン編協白、マックス・フォンバーデン大講師を最小とする。 ドイツ社会民主党、中央党、ドイツ民主党の3党政府が成立し、戦時中の軍部独裁が終わった。しかし、ドイツ政府の停戦交渉は、敗戦を予期していなかったドイツ国民との溝を深めた。マックス大将は連合国との講和交渉を開始し、10月23日にアメリカ合衆国大統領、ウッドロー・ウィルソンは14カ条の平和原則に基づく、講和の条件として、 ドイツ帝国における軍国主義と王朝的先生主義の除去を要求した。独立社会民主党らは皇帝ウィルヘルム2世の退位を要求し、講和運動が広範囲に行われるようになった。これに反発したルーデンドルフが交渉継続に反対して戦争継続を主張するという事態が起きたが、マックス大公使は皇帝ウィルヘルム2世に迫って、ルーデンドルフを解任、公認に、 ビィルヘルム・グレーナーが就任した。その後憲法改正による議員内閣制や普通選挙などの導入が行われたが、アメリカ側が皇帝の単位を求めているという情報が、中立非在住のアメリカ領事からもたらされた。ウィルソン自身は皇帝の単位を求めたことはなく、また想定もしていなかったが、10月25日頃からは皇帝の単位問題が講和の前提として、 公然に語られるようになった。この情勢の動きを見て、マックス大公使の政府も皇帝退位の方針を固めつつあったが、ビルヘルム2世とその周辺はあくまで退位に反対した。10月29日に皇帝は不穏なベルリンを離れて大本営のあるスパに向かい、後を追ってきたマックス大公使の退位要請も拒絶した。 キールでの労働者の放棄1918年10月末、急戦交渉に反対するドイツ海軍は、イギリス艦隊に決戦を挑もうとビルヘルムスハーフェン、河の太陽艦隊主力の出撃を命じた。しかし、10月29日、命令の有効性に疑惑を持った水兵たち約1000人が、出撃命令を拒絶し、命令不服従によって反抗した。この出撃は、 自殺的な無謀な作戦であったとされるが、実態には論評の余地があるとされる。海軍司令部は、作戦中止をもたらしたサボタージュの兵士たちを逮捕し、キール軍港に送った。11月1日、キール軍港に駐屯していた第三戦隊の水兵たちが、仲間の釈放を求めたが、司令部は拒絶した。11月3日には、水兵、兵士、 さらに労働者によるデモが行われた。これを鎮圧しようと関係が発砲したことで一挙に放棄へと拡大し、11月4日には労働者、兵士、霊帝が結成され、4万人の水兵、兵士、労働者が首都公安を制圧し、官に赤旗を掲げた。政府は、社会民主党員グスタフの助を派遣し、放棄した霊帝水兵らの待遇改善などの要求と、 交渉して、またの助を総督としたことで、平常化した。放棄の背景として、ドイツ海軍の将校が、貴族、共用市民層出身者で占められているのに対して、一般兵員は労働者で占められていたため、社会階層間の政治的対立が反映しやすかった、ことが指摘されている。キールの乱は人生化したが、こうして、ドイツ革命が開始された。 この後、キールから散った水兵や労働者によって、同様の放棄はたちまち広まり、5日には、リューベック、ブルンスビュッテルコーク、6日には、ハンブルク、ブレーメン、ビルヘルムスハーフェン、7日には、ハノーファー、オルデンブルク、ケルン、8日には、西部ドイツすべての都市が0手の支配下となり、各地で将校が逮捕されて、武装解除され、各地の軍当局は、兵士評議会、 労働者評議会の主権を無抵抗で承認した。11月7日から始まったバイエルン革命では、バイエルンをルートビヒ賛成が退位し、王政は打倒され、レーテが権力を掌握した。このような大衆的放棄と、老兵レーテの結成は、11月8日までにドイツ北部へ、11月10日までにはほとんど全ての主要都市に波及した。 総じて、レーテ運動と呼ばれ、ロシア革命時のソビエトを模して組織された老兵レーテ、であるが、ボリシェビキのような前衛党派が革命を指導したわけではなく、多くの老兵レーテの実験は、社会民主党が掌握した。共和制を宣言する、シャイデマン11月9日、首都ベルリンで、ゼネストが起こった。ベルリンの外区は、平和と自由とパンを求める労働者、 市民のデモで埋め尽くされた。これに対して、マックス大公使は皇帝の大位を宣言し、政府を社会民主党党首フリードリヒ・エーベルトに委ねた。しかし、ベルリン各地では、複数のレー手が結成され、事態は一向に収まる気配を見せなかった。この時、カールリープ・プクネヒトが社会主義共和国の宣言をしようとしていることが、伝えられると、エーベルトと共にいた。 社会民主党員のフィリップ・シャイデマンは、議事堂の窓から身を乗り出して、独断で、共和制の樹立を宣言した。社会民主党にとって、レーテとは、ボルシェビズムのソビエトであったのでこれを否定したため、独立社会民主党や、スパルタカス団などの革命派との抗争となっていく。しかし、ベルリンの兵舎や工場で、相次いで、レーテが結成され始めたため、政権の維持を目指したエーベルとは、 独立社会民主党との連立政府、人民委員政府の結成に踏み切った。11月10日、社会民主党、独立社会民主党、民主党からなる仮政府、人民委員評議会が樹立された。その日のうちに、ビルヘルム2世はオランダに亡命した。一方、ベルリンの老兵、レーテは人民委員評議会を承認したものの、 独立社会民主党の左派である革命的オプロイテが半数を占めるダイベルリン兵令で執行評議会を選出しドイツにおける最高権力を委ねることを宣言し二重権力状態が生まれた。11月10日夜共産主義革命への進展を防ぎ革命の早期収束を図るエーベルトのもとにグレーナー参謀次長から電話があり秘密会談が持たれた。 その結果として、エーベルトラは革命の急進化を阻止し、議会の下で速やかに秩序を回復すること、そしてこれらの目的達成のための実動部隊を軍部が提供すること、また軍は軍の維持と将校の権威の回復など、旧来の将校組織を温存するという協定が結ばれ、人民委員評議会政府とドイツ軍の相互依存関係が開始した。 エーベルトはまた旧来の官僚組織を温存し、社会民主党員を派遣することで、行政機構を維持しようとした。一方、海軍は水兵の反乱で将校の権威が失墜したまま、混乱が続き、維持は認められたが革命を制圧する能力はなかった。しかし、首都の治安を守るために、クックスハーフェンから呼び寄せた水兵とベルリンの、 水平による人民海兵団が結成された。しかし海兵団には次第に革命的オプロイテが浸透し、左傾化していくことになる。11月11日、ドイツ代表のマティアス・エルツベルガー、グレーナーらが連合国との休戦条約に調印し、第一次世界大戦は公式に集結した。11月15日には先の政治協定と似た形で、 労働組合と大企業の間に中央労働共同体協定が結ばれた。労働組合や労働運動の急進化を防ぐために団結権の承認など資本家側からの情報と労使協調を内容としていた。12月16日、全国労兵レーテ大会では、急進派がドイツ帝国軍の解体と国民軍の創設を要求したが、エーベルトはこれを無視して、 多数派を占める社会民主党員の賛成により、翌1919 19年1月19日の国民議会選挙を決定した。これに反発した独立社会民主党は政府から離脱し、同党左派のスパルタクス団は1918年12月末共産党を結成し、翌1919 19年1月の選挙ボイコットを決定した。12月23日、 ベルリン王宮を占拠していた人民海兵団を武装解除しようとエーベルトが派遣した部隊との間に戦闘が起きたが結局は撃退された。これに抗議して独立社会民主党は政府から離脱した。新政府にはの助が入閣し軍事問題を扱うこととなる。12月30日、ローザルクセンブルクらのスパルタクス団を中心にドイツ共産党が結成された。 ベルリンで武装抵抗する革命派1919 19年1月5日、独立社会民主党員であったベルリンの警視庁長官エミール・アイヒホルンが辞職させられたことをきっかけとして政府に反対する大規模なデモが起き、武装した労働者が主要施設などを占拠した。これに対して独立社会民主党や共産党は無意無策に終始したため、翌日デモは自然解散した。 政府は革命派への本格的な武力弾圧を開始し、以降、1月闘争と呼ばれる流血の事態が続いた。1月9日のスケの指示によって、旧軍兵士によって編成されたフライコールがベルリンに到着し、スパルタクス団などの革命派と激しい戦闘を展開した。1月15日までには革命派は鎮圧され、また、同日、 革命の象徴的指導者であったカール・リープ・クネヒトとローザル・クセンブルグは殺害された。1月19日、国民議会選挙が実施され、社会民主党が第一党を獲得した。2月6日、バイマルの地で国民議会が召集された。国家の生態を議会制民主主義共和国とすることが確認され、いわゆるワイマール共和国が誕生した。1919 19年2月、 ワイマール国民議会で大統領にエーベルと首相にシャイデマンが選出され、社会民主党、中央党、民主党によるワイマール連合政府が形成された。これら3党は革命以前のマックス・フォンバーデン政府の支柱であった。後には当時世界で最も民主的な憲法とされたワイマール憲法が制定された。スパルタクス団法規後、ワイマール共和国軍は 各地に広がった労働者の武装放棄、3月のベルリンでのゼネスト、5月にミュンヘンのレーテ共和国を鎮圧し、ドイツ革命は終焉を迎えた。クルト・アイスナー・アントングラフ法にあるコアオフ・ハーライ、白尺バイエルン王国では、共産主義者がソビエト体制を構築しようとして内戦状態となり、また、アイスナー首相はユダヤ人であったので右派の、 秘書伝説の筋書きの通りとなった。1918年11月7日、首都ミュンヘンで独立社会民主党のユダヤ人、クルトアイスナーが共和政府樹立を宣言した。同日、ミュンヘンのデモ隊が軍駐屯地に向かったが、軍は無抵抗であった。軍の支援がなかった、ドイツの訂正は崩壊した。革命が成立した要因には、戦局の悪化による、 沿線環状とオーストリアの降伏により、バイエルンが戦場となることへの危機感があった。11月7日夜、療養中のバイエルン王、ビッテルスバッフ派家のルートビヒ三世一族は逃亡した。アイスナーは、霊帝を国政の基礎に置こうとしたが、中産階級を霊帝に取り込もうとしたためプロレタリア独裁が実現できないとして、共産主義者から、議事霊帝共和国と批判された。 また、社会民主党などからの議会の設置要求を拒否できず、1月12日に選挙を実施した。その結果、独立社会民主党は180議席中3議席に止まった。さらにアイスナーが世界大戦の端緒となったオーストリアのセルビアへの最後通帳にドイツが共謀していたという公文書を公開すると、国会への配信であるとして、 アイスナー暫定首相は1919 19年2月21日にトゥーレ教会会員のユダヤ系のアルコファーライ伯爵に暗殺された。アイスナー暫定首相の暗殺後、バイエルンは無政府状態となった。共産主義者はこの混乱に乗じて共産主義政権の樹立を目論むが4月6日に無政府主義者のグスタフ・ランダウアー、独立社会民主党員の劇作家のエルン・ストトラー、 ラが革命を起こした。トラー政権には自由貨幣の提唱者であるシルビオゲゼルが金融担当大臣として入閣していた。文学青年の集まりであった新政権は体制を維持できなかった。一週間後の4月13日、スパルタクス団創設者の一人であるロシア出身のユダヤ人革命家、オイゲン・レビーネ率いる共産主義者が革命を起こし、政権を奪取した。レビーネは プロレタリア独裁を打ち立てたと宣言し、10日間ゼネストを宣言した。モスクワのボリシェビキ政権は、バイエルンの共産主義政権を革命の拠点になりうるとして高く評価した。この間4月16日に、当時のヒトラーがレーテ代表代理に選ばれており、フライコールに捉えられてから連帯の告発委員会に参加し、カールマイヤーによって、 ンボリシェビキ公衆の後ドイツ労働者等に送り込まれる。4月30日、ルイトポルトギムナジウムにおいて、赤軍独裁を宣言した23歳の水兵、エグルホーファーが、トゥーリ協会会員を含む人質8人と、政府軍兵士2人を拷問の果てに、白軍への報復として処刑した。捕虜殺害の法によって、反革命軍は古い立ち、ミュンヘン市街戦が展開して、 死者660人に達した。デビーネは捕らえられ、7月5日に処刑され、バイエルン革命は終焉した。1919年5月11日、フォンメル少将式ゲバイエルン軍第4集団が編成され、バンベルクに避難していたバイエルン政府組織に代わって、無政府状態となっていたミュンヘンに軍勢を敷いた。アドルフ・ヒトラーは、ドイツ革命について、 共産主義者とユダヤ人による犯罪と繰り返し述べたが、バイエルン革命期のヒトラーは、兵士評議会が管理する軍に配属されており、この時期の自身の行動について、話そうとはしなかった。1914年、バイエルン王国軍への入隊を志願したヒトラーは、第16予備不評連隊に配属され、伝令兵として従軍した。1916年孫務の戦いでヒトラーは、 左大隊を負傷し、ベイリッツサナトリウムに入院したが、療養中にミュンヘンを訪れ、人々の士気の低下や、ユダヤ人事務員が多いことに衝撃を受け、前線では、対戦末期の1918年10月14日、ヒトラーは敵軍のマスタードガス攻撃を受けて、パーゼバルク病院に搬送され、そこで敗戦とドイツ革命を知った。 ヒトラーは1918年11月にミュンヘンに戻りトラウンシュタイン戦争捕虜収容所の監視として配属されたが収容所を管理していたのも兵士評議会だった。1919年2月には収容所解体に伴いミュンヘンに戻り第二動員解除中隊に配属されミュンヘン中央駅警備に当たった。また所属連隊命によりヒトラーは2月に 左翼兵士、労働者1万人のデモ隊に参加している。ヒトラーは1919 19年4月3日付で所属部隊代表であったという記録が残っており、社会主義政府のプロパガンダ部門に協力した。第2例で共和国宣言翌日の4月14日、ミュンヘン兵士評議会は新政府指示を確認するために選挙を行ったが、ヒトラーは代替副代表に選出された。ただし、 この時期のヒトラーについては、不明な点が多く、革命の指導者、エルンスト・トラーによればヒトラーは、当時、社会民主主義者を名乗っており、また、ヒトラー自身も、誰しも一度は、社会民主主義者だったことがあると1921年に、述べたことがあった。軍政下のミュンヘンで6月に、バイエルン軍第4集団のカールマイヤー大医が、作ったミュンヘン大学での、 反ボルシェビキ講座に参加したヒトラーはそこで才能を認められた。9月16日、ヒトラーはアドルフ・ゲムリヒへの所簡で、ユダヤとは宗教ではなく人種の問題であり、感情的な反ユダヤ主義はポグロムに留まるが、理性的な反ユダヤ主義はユダヤ人の権利を体系的に剥奪し、最終目的はユダヤ人の完全な排除にあると回答した。9月後半、 ヒトラーの弁論の巧みさに強い印象を受けたアントン・ドレクスラーはヒトラーをドイツ労働者党に誘いヒトラーは入党したドイツ労働者党は1919 19年1月5日ドレクスラー、ディートリ・ヒッカーとゴットフリート・フェーダー、カール・ハラーによって決闘されていた第二次世界大戦末期のイギリス外相アーネスト・ベビンドイツ革命により定性が打倒され 共和国が樹立されたが、ドイツを世界体制に導き、軍国主義を積極的に支えてきた、帝国時代の支配層である軍部、独占資本家、ユンカーなどは温存された。彼らの講演による、極右勢力、右翼軍人らの共和国転覆の陰謀、クーデターの試みは、右から共和国と政府を揺さぶり、一方、極左党派は、 左から社会民主党の社会主義と労働者への裏切りを激しく攻撃した。これら左右からの攻撃がバイマル共和国の政治的不安定さの一因となった。左翼革命に反発した右派は、いわゆる非主伝説をルフさせていった。パウル・フォン・ヒンデンブルクやルーデンドルフが言明し、ヒトラーをはじめとするナチ党などは、第一次世界大戦で依然として、 戦争遂行の余力があったドイツを国内の社会主義者、共産主義者、ユダヤ人とそれに支持された政府が裏切り、勝手に降伏した、もしくは背後の位置付きを加えたことにより、ドイツを敗北へと導いたとするデマゴギーが生まれ、反ユダヤ主義が高まっていった。また、人民員政府のエーベルトも、ベルリンの機関兵を前に、いかなる敵も諸君を打ち破れなかったとして、 ドイツ軍腐敗の神話を演説し、非主伝説の拡大を支えた。このほか、新しいドイツナショナリズムとしての保守革命なども展開した。ヒトラーは、ドイツ11月革命を国家と民族への犯罪として演説で繰り返し、霊的共和国を持ち出すことは、背後からの位置付きや国際ユダヤ人陰謀論に説得力を持たせることとなった。 ハプスブルク家を批判していたヒトラーは後に、宮廷勢力に関わらないで、住むようにしてくれたことだけは革命を起こした、社会民主党に感謝すると述べている。ミュンヘンでは、レーテ共和国革命とそれに続く内戦は、ソ連東外国の共産。さらに、ドイツ全土でも、バイエルン革命は、ロシアのボリシェビキとユダヤ人がドイツを乗っ取るという、見方が広まり。 中産階級向けの新聞ミュンヒナーのイエステ、ナハリヒテン氏は、ロシアボリシェビズム工作員である共産党が、罪のない人々を虐殺したとし、これは人道と正義の法に対する罪であると報じた。共産主義への恐怖は、保守的な中産階級と農村部に浸透し、ドイツの人民の間で、求心右翼が支持されるようになり、これ以降、バイエルンは反革命の創屈となった。 レーテ共和国崩壊後、40万の兵士を擁するバイエルン住民防衛軍が編成された。バイエルンでの右翼勢力の発展は、ミュンヘンでのナチス結成につながっていった。1920年3月13日に、ウーハクーデターカップ1機が、ベルリンで発生した。これに対抗したルール地方の左派労働者が放棄した。ルール労働者評議会が結成され、一部が、ルール赤軍として、 反乱を起こしたが、3月から4月にかけて、バイマル共和国軍によって、多数の犠牲者を出して鎮圧された。ドイツ革命は、フランス革命より地味で、社会主義者からは、裏切られた革命と移るが、ローベルト・ゲルバルトは、著作、史上最大の革命で、ボボムケツ革命で、極右も極左も、民衆の支持を得られずに、 大統領エーベルトラの現実主義が機能し、拡張的な訂正から、女性参政権、検閲廃止、労働者権利拡大などの実現を評価して、史上最大の革命へと評した。ありがとうございます。